ない夢とか行く。おはようございます。深い夢とか行く。今日は新大久保に来ます。新大久保で韓国料理食べたいと思います。韓国の冷麺が美味しいんで行ってみたいと思います。韓国の街もコロナで人がかなり減りました。もともとはすれ違うのもやっとのぐらいだったんですけど、全然人歩いてないです。そう、久保通り歩いてミニストップが見えたらここを右に曲がります。ちょっと細い道です。ここをもうちょっと歩くと美味しいとこがあります。ここが本当にいいとこです。今日やってるみたいなので行ってみたいと思います。今日頼んだのがまずこの水冷麺セットのセットにしました。それと、のり巻きがおすすめだと言ったので、この野菜のり巻きですね、これを頼みました。で、飲み物は僕のおすすめのこのトウモロコシという野菜、これを頼んでみましたので、で、はい、ここに来ます。で、これがお通しで、この3種類があります。これで食べれます。はい、あとは頼んだメニューが来るのが楽しみです。はい、これが野菜のり巻きです。ではまず冷麺いってみたいと思います。うん、美味しい。ここはこちら、これお肉なんですけど、これつけます。炭火、香りがすごいです。これも美味しいな。このおすすめの海苔巻き、もうこれだけ頼めば、満足ですね。あとはトウモロコシヒゲと入る、あ、香ばしい香りがして贅沢です。ありがとうございます。